え、55万いってる？あれ多分 YouTube のスマホとか携帯からブラウザとかスマホで見れるやつだともういってるのか。55万でもアナリティクスでは絶対いってないな多分。一応自分でも見てみるか。あ、ほんと55万いってる。スマホで見るとね、切り上げ表示で。ただ、ちょっと YouTube のアナリティクス見てみますよ。 YouTube のアナリティクスを見ると、まだなんだよな、いってないんだよな。まあでもちょっと増えましたよ、ありがたいことに。統一してほしいよね。行ったふりしてる。YouTube 行ったふりしてる。行ったふり。女優さんじゃないんだからさ、まあ女優さんだって本当に言ってることだってあるし、あの潮吹きは絶対ね、間違いなく本気でやってないと、本当に潮吹きしてないとバレますからね。バレるっていうかできないでしょうからね。潮吹きは言ってない？潮吹きって言ってないって言ってないの？え？潮吹きと行くのは別。潮吹きしたからといって行ったわけじゃないの？潮吹きってファンタジーじゃないのか。まあ潮吹きはファンタジーではないと思うんですよ。だって女優さん潮吹きしてるじゃん。男性も女性も潮吹きはできるはず。お姉さん潮吹きエアプですね。だって AV でしか、 AV と BL 漫画でしか見たことありませんよ、潮吹き。だって人が潮吹きしてんのなんて見るわけないでしょ。見る機会なんてないですからね。はい。